こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。東流潜水艦浸水と同時に、鳳竜から見た潜水艦の歴史が変わった瞬間、今までの動力が一変したその原理に誰もが、驚くリチウムイオン電池搭載潜水艦となった。日本の総流型潜水艦11、12番艦がこのディーゼルエンジン、リチウムイオン電池の組み合わせとなる。リチウムイオン電池の弱点を克服してついに潜水艦に搭載された話は有名だ。最新艦潜水艦の凄さはバッテリーだけではない。少し詳しく話していこう。豪州が今頃後悔しても遅いのかもね。2018年9月、日本の海上自衛隊の潜水艦黒潮や護衛艦加賀などの艦艇が南シナ海の公海上において軍事演習を実施したことが政府から公表された。発表によれば、遡ること15年以上も前から南シナ海において同様の演習が行われていたとされ、最新の潜水艦ではない黒潮ですらその海域に進出可能であることが注目を浴びた。日本政府としては、この演習の目的をいずれかの特定の仮想敵国に向けたものではないと表明しているが、中国による南シナ海への脅威増大を念頭に置いていることは想像に難くない。いわば2018年末頃より頻繁にアメリカ海軍が行っている航海の自由作戦の海上自衛隊版と考えられ、勢いを増す中国海軍に対する示威行動の意味合いが大きいと言えそうだ。こうした経緯もあり、海上自衛隊の最新型潜水艦鳳竜にはこれまで以上に世界各国の軍関係者の熱い視線が注がれるものとなっている。鳳竜は総流型潜水艦の11番艦にあたり、2018年10月に進水した世界で最初のリチウムイオン電池を実装した通常動力型の攻撃型潜水艦だ。通常動力型とは、つまりアメリカ海軍などが保有している原子力潜水艦とは異なり、読んで字のごとく、通常のエンジンやモーターなどを推進力として稼働する形式を意味している。本来、敵から発見されないことが最大の目的とも言える潜水艦は、現時点においては、長期間にわたる連続潜航が可能な原子力推進が、最も有効な推進方式だと考えられている。そうした観点を裏付けるように世界で、最大の戦力を誇るアメリカ海軍では、通常動力型の潜水艦は使用されておらず、そのすべてが原子力潜水艦となっている。反面、原子力の使用を政治的、環境的な問題から言っていない日本においては、ディーゼルエンジンと蓄電池、モーター、そしてスターリングエンジンの潜水艦を採用していた。これが今回の鳳竜においては、蓄電池に効率に優れたリチウムイオン電池を採用できたことで、スターリングエンジンを廃止し一躍注目を集めることとなった。ことに、原子力潜水艦を通常動力型に変更するフランス案による新型潜水艦導入を2016年に決定していたオーストラリアでは、その計画の遅延から日本の名も再び取り沙汰された。
しかし、最近になってフランスでベースとなる原子力推進の潜水艦が完成し、そもそも一度選定から外れた日本の潜水艦案が復活する可能性は現実的には極めて低いと思われる。ただ、そうした説に多少なりとも信憑性があるかのように論じられるほど、ボウリューが実現したリチウムイオン電池搭載のメリットはインパクトが大きい。リチウムイオン電池は従来の鉛製の蓄電池と比べ、同じ大きさでも2倍以上という電池容量を持ち、補助動力としてのスターリングエンジンを不要にするほどの性能を実現した。これまでの比較的小型の電子機器や電気自動車などには、採用されていたリチウムイオン電池ではあるが、発火しやすい点がネックとなり、軍事兵器への実装は困難とされてきた。実際、双流型潜水艦でも放流以前の艦から、実用化が計画されながら、実際に採用されるまでには時間を要した経緯があった。特に閉鎖した狭い艦内で海中に潜航して任務を行うという、特殊な環境下に置かれる潜水艦においては、わずかなリスクも看過できない厳しい安全性の確保が要求される。この安全性の問題を、今回、リチウムイオン電池の開発を担当した GS 湯浅社と、艦本体の設計を担当した三菱重工業の卓抜した技術力がそれを可能とした。日本としては、最高機密の兵器である王竜ゆえに、実際のスペックは不明な部分が多いものの、従来型を超える連続潜航時間水中潜速から作戦範囲の広さは明らかだ。この特性から、冒頭の南シナ海における作戦行動も、従来のような待ち伏せ中心の運用だけでなく、原子力潜水艦並みの連続潜航で移動しつつ敵を牽制する運用が可能と思われる。これはかつての日本海軍では巡洋艦戦略と呼ばれた海洋戦術で、近年増大を続ける中国海軍の艦艇に対し広く南シナ海全域に渡って索敵の必要性を強いるものだ。中国海軍はどこに潜航しているかわからない海上自衛隊の潜水艦に対し、絶えず哨戒活動が必要となることで、自由に艦艇を行動させることができなくなるということを意味する。すでに中国海軍と比べて数的に不利な立場の海上自衛隊としては、一説には、約500倍の数の敵を拘束するとも言われる対潜哨戒を行わせることは非常に有効な戦術と言えよう。反面、こうした作戦行動への運用には本来的に原子力潜水艦に優位性があることは議論を待たず、あえて通常動力型にそれを求めざるを得ない国はあくまで少数派と言える。